スペキュラース、船、ファームハウス、ゾウ、馬スペキュラースの材料、胡椒、シナモン、生姜、長寿、カルダモン、ナツメグスペキュラースは、オランダやベルギーで、ミラノ・ニコラオスの日に食べられる、クッキーの一種。ただし、近年では1年間食べることができる。薄く、パリパリした、このクッキーは、ほんの少し茶色がかっており、表面に、 ミラノ・ニコラオスにちなんだ型を押されて焼かれることが多い。スペキュラースの生地はあまり膨らまない。オランダとベルギーでは、ブラウニシュガーとベーキングパウダーを少し加える。ドイツ式スピーカレーシャスでは、炭酸アンモニウムが用いられる。このクッキーには、白胡椒、シナモン、生姜、長寿、カルダモン、ナツメグも用いられる。多くのスペキュラースのレシピには、 白い小麦粉、ブラウンシュガー、バター、スパイスが使われ、アーモンド粉を用いたり、スライスしたアーモンドをそこに入れるレシピもある。スパイス抜きもしくは低スパイスのベルギー式スペキュラースは、スペキュロスとして売られる。生地は、バターと砂糖と、スパイスが混ぜられる。小麦粉とベーキングパウダーは別に混ぜられてから、加えられる。 焼くときは生地が暖かくなりすぎないように気をつける。生地は一晩中冷たいところに置かれ、生地にポツポツと穴が開いてからスパイスを加える。この歌詞の名前の由来には諸説があり、左右反対のバスリリーフを使うから、ラテン語で鏡を意味する、スペクルから来ているという説もあれば、すべてを見ることのできるとされたセイニコラスや、 主教を意味するとされるラテン語スペキュレーターや、スパイスを意味するオランダ語スペッサリージから来ているという説もある。ハッセルト式スペキュラースは、これらとはやや異なる。1870年1月13日、アントニエ・ディプリーというハッセルトパニアが、ハッセルト式スペキュラースの特許を得て、これを売った。 ユヌエスペスでペインディー、アマンデスカヌスウルナムでスペキュレーションベストファーレント、ラインラントで伝統的に作られているドイツ式スピーカレーシャスは同じ起源を持ち、その他の面においてもかなり似ている。この菓子はクリスマスになるとよく食べられる。スパイスビスケットでクリスマスの前後に家庭で作って食べるという意味では英語でジンジャーブレッドと呼ばれるものと近い。ありがとうございます。